皆様、受難週いかがお過ごしでしょうか。キリスト新聞社の三巻本の説教集の編者の一人、荒瀬牧彦と申します。教会歴って最初からすごくシステマティックに完成されたものがボンとあるってわけじゃないんですね。あるいは聖書に教会歴こうしなさいとかいうことがあるわけではない。一番最初のクリスチャンたちはあまりそういう意識はなかったと。でも日曜日を主の日として守るっていうことはもう一番早い段階からもう聖書に記録がある段階からしていました。日曜日はキリストの復活を祝う日である、みんなが礼拝のために集う日である、食卓を共に囲む日であるというのが基本にあるんですね。でそこから一番最初の教会歴の上の暦の中で祝うっていうことになったのは復活です。キリストの復活、復活祭ですね。これが一番初めに一年の中の大切な行事になって、まあ、これは主の日っていうのはキリストの復活の日ですから、まあ、それの特別な日曜日っていうことでそこから始まりました。でそれが中心になって、このイースターの期間がその後とその前にそれぞれ時間をかけて拡張されていくんですね。それぞれの地方によっても少しずつ違いはあったようなんですけども、もう筋で言うとイースターの期間がっていうのが50日の期間が祝われて、でその50日目が後にペンテコステ聖霊降臨日っていう独立した祝祭の日になっていきます。でさらに40日目の昇天日っていうところもそれ独立した祝祭になっていきます。でそのイースターの間の日曜日という名前が付けられてね、それぞれ特徴がある、でこれは祝いの時なんですね。とても重要な祝いの時なので、まあ、初期のキリスト者は結構断食を熱心にしてたんですけれども、この期間は断食をしないとかいう喜びの時、それと今度前の方にはですね、今我々が言うところの受難節、四旬節、レントになるんですけれども、40日を特別な節制の時として過ごすっていう習慣はかなり古くからあったみたいです。それが元はエジプトなんかでは主の洗礼の日という時から40日だったんですけども、やがてこう各地に広まっていった時にイースターに洗礼式が行われると、その前の40日の期間、特にこれは洗礼志願をした 人がイースターに洗礼を受ける、その前の特別な準備の時間っていうことになっていきました。でやがてこれが洗礼志願者だけじゃなくて教会全体みんながこの節制の時を守りましょうっていうことになって40日ですね、これはイエス様のアレノの40日っていうところから来てると思いますけれども、が守られる。でだけど日曜日っていうのは主の復活の祝いの日だから日曜日を除いて46日前から受難節が始まる。そうすると始まりの日は水曜日になるんですけれども、そこは灰の水曜日ということになってこれも重要な日になっていきました。まあ、これが受難節そして復活節の形成ですね。教派によってはよってかなり異なりますけれども、でも今カトリック教会では灰の水曜日ってものすごく大切な時で多くの信徒の方が集まるミサが行われますし、プロテスタントではあまり灰の水曜日特別なことってなかったんですけど、今は多くの教会が灰の水曜日の礼拝をするようになっています。ここに灰の額に灰の印を刻んでですね、そういう礼拝をするんですけど、でやはり受難節の間はこういうことをしましょうとかですね、まあ、ここもそうですけど紫を天霊色で表したり、この期間はこのことをするとかいうふうにして、特に最後の1週間受難週は、毎日祈祷会を持つところとかですね、いろいろな形で自分たちの信仰生活の形成に用いられてますね。復活節の方は、まあ、イースターは大きな祝いです。今年は集まってお祝い祝会なんかもできないというのはねとても辛いですけれども、まあ、気持ちだけでもイースターの喜び味わいたいですが、
そうですね、その後のイースターの何かありますかね。まあ、礼拝のテーマはそれぞれ復活が基調にあるものですけれども、特に大きな行事とか関心ってないでしょうかね。ただ50日目 の、 聖霊降臨日は、天霊職が赤になって、いろんな工夫した行事を行う教会が多いと思います。そうですね、まあ、教会によ よって違うんですけれども、やはりその間 の、 特別な礼拝っていうのは意義があるなというふうに思います。せめて、特に重要なですね、木曜日、専属木曜日とか掟の木曜日って言いますけれども、木曜日の夜、礼拝、特に聖餐の礼拝を行う、そして、足を洗うですね、専属の儀式を行うっていうところもありますし、その時を持つといいなと思います。それから金曜日は受難日の礼拝ですね、テネブレといって灯火を聖書朗読をしながら、受難の箇所の聖書を朗読しながら灯火を消していって最後は真っ暗になるっていう、まあ、そういうのは割とプロテスタント教会でも今行うところを行っていて、意義深いことだと思います。あとは私が育ったところなんかは毎朝蒼天祈祷会とか、教会学校早起きを祈りって会とか、昔はすごくたくさん集まったんですね。みんなすごいですね、会社に行く前とか学校に行く前に早起きして集まって、で一緒に朝ごはん食べていくとかいうのを、最近はちょっと僕も今はやってないのであまりおすすめしますなんて言えないんですけれどもでも家でそれぞれのところで工夫してっていうことはできると思います。